かい。縁起でもない夢見だね。ギオタ殿、おはようございます。おはよう。相変わらず元気だね。お姉さん眩しいよ。いよいよ後半です。気合も入るというもの。今朝からザラストラさん、ずっとこの調子です。まあ、ラクレイスのやつをさっさと檻から出してやんねえといけねえしな。うむ。とにかく今回は彼の処刑に別の思惑があったって証明することに専念しようか。はっ。してギオタ殿、本日の攻め手はいかに。うん、そうだね。今日は君の言いたいことを思う存分ぶちまけたまえ。はっ。その心証などは。いいよ、気にしなくて。国をひっくり返すんだ。勢いよく行こうじゃない。武器ならこの通り。おかげさまで全部揃ってる。勝てる戦は強気で出るとしよう。さ、出陣だよ。団長さんも準備はいいかい。それでは死刑囚ラクレイスの処刑撤回を求める公判第2回目を執り行う。弁護人、検事、それぞれ主張に変わりはないか。はい。まずはラクレイス側の事情を精査し、その後に改めて処遇を判ずるべきと私は考えます。検事側も同様だ。ラクレイス死刑囚は国家に弓引く反逆者であり、その処罰は処刑が妥当である。はい、わかった。ならばそれぞれ主張の根拠を示すこととしよう。我らが判決の指針たる聖少獣メアトの天秤は未だ死刑判決を妥当と示している。弁護人、この天秤に何を乗せる。その前に福王様、ちょっといいです。福王様は青の解放戦線の関係者に例外なく死刑判決が出ていることをどう思われます。何？それは私個人の考えということか。はい、福王様個人がどうお考えなのか。意図を明確にしろ、弁護人。裁判の進行を妨げる質問は認められん。もちろん裁判を進めるためですよ。わかりますよね、福王様。あのギオタという弁護人、形状の後に妙なところを嗅ぎ回っていた。物流、それも食料品の流れ、そこに何かが隠されていると踏んだらしい。ここ最近、ルアと福王の注文でまとまった数の食料が運び込まれている。どれも福王が口にするような代物ではない。そして最終的な行き先は監獄と。メアトの天秤はあくまで刑罰の重さを測るのみ、人の意志までは縛らない。王と民がおのずと法を守ることがイスタバイオン法の根拠となる。まさかこれもまた新王陛下の思惑のうちなのか。
まず確認したいのが監獄島へ納品された多くの食料、ラクレイスが消費するよりはるかに多い。これらの食料の注文は元をたどればドゥアと副王閣下が命を下されたもの。多重の下請けによって名を隠し、監獄島に過剰な量の食料を運んでいた理由をお尋ねしたい。そして今一度、青の解放戦線に関わった者たちへの処罰の妥当性をお聞かせ願う。皆までは言わぬか。王と民がおのずと法を守ることがイスタバイオン法の根拠となる。国の法の正しさとはつまり各々の主体性によるとするところが新王陛下のご意向かと。ゆえに目跡の天秤を前に副王閣下の言葉によってこの質問の意義を証明していただきたい。なるほど。ここで真実を語らねばイスタバイオン法の正当性は失われるか。ならば答えよう。目跡の天秤を前に真実を語ると誓う。青の解放戦線の逮捕者に対する死刑判決は私の目から見て不当であった。ゆえに私は刑場に送られた彼らを処刑せぬまま護送しかくまった。ありがとうございます。その反応を見るに察しはついていたか。恐れながら刑場からは死の気配が感じられず、とても処刑が行われたとは思えぬ状況でしたゆえ。副王様、死刑囚たちの処刑を偽装してそれから何をなさったんです？君たちが調べ上げた食料は確かに監獄島を通じて青の解放戦線の者たちに供された。私の想像でしかありませんが、あの転送陣を使ったんですよね。囚人の護送に使う転送陣。そうだ。あれどこに通じてるんです？私の知るところではないが、何がしかの狭間であると聞く。副王閣下、狭間とは何者の侵入も許さぬ領域らしい。概要を説明されたが、私の理解が及ぶとは到底思えなかった。しかしその場所について心当たりがないということはありえぬことでしょう。ドゥアと副王閣下、青の解放戦線の者たちは、そして死刑囚ラクレイスは一体どこへ？ん？ルウェイグ検事、今ラクレイス君がどこにいると思ってるんです？監獄の転送陣を通じてその狭間とやらに送られたのでは？そんな話いつしましたっけ？今聞いてるのはあくまで食料の話ですよ。ふむ、狭間の所在についていささか焦りすぎましたかね。
それでは死刑囚ラクレイスの処刑撤回を求める公判第2回目を取り行う。弁護人ケンジ、それぞれ主張に変わりはないか。はい。まずはラクレイス側の事情を精査し、その後に改めて処遇を判ずるべきと私は考えます。あ、弁護人カタリナ・アリゼおよび代表者、共に前回と見解は変わらない。私の主張も変わりない。死刑囚ラクレイスは先の判決通り処刑が妥当と考える。しかし。何かね、ドゥエイグ検事。一つ疑問が。死刑囚ラクレイスの所在についてです。というと？彼が監獄島に収監されているならば、前回同様、その姿がここに映し出されるはず。あの少年は今どこに？尋ねたところで答えが得られぬことは分かっているだろう。あなたは？なぜここに？これはこれは、新王陛下。御自らこの場においでとは、一体何事でしょうか。しらじらしいやつね。いいえ、驚いていますよ。まさか新王陛下がこちらに現れるとは予想外でした。まあ、えおい。ドアと副王よ。私もここに立ち会わせてもらうぞ。御意。何を企んでいる。ドアと副王よ、お前は昨今の逆賊どもの処刑をどう見る。どうとは？メアトの天秤は処刑を妥当と示した。しかしそれに逆らうこともできる。内心は処刑を是と見るか否と見るか。刑場で何が起きていたかは知っている。死刑囚どもの顛末もな。私が求めているのは、メアトの天秤を前にお前が真実をつまびらかにすること、それだけだ。神王はまさか私たちが刑場で掴んだ事実を知っているのか。そうだ、九段の死刑囚ラクレイス、その生存を望んだのはお前たちだけではなかった。ザラストラ、そしてギオタ、その名を覚えておくがいい。ザラストラ。なかなか面白い手を使ったな。しかしこの目はお前たちが考えるより遠くを見通すことができる。だが
この目が届かぬ場所がある。その一つが空撃機狭間、そのように呼ばれる領域だ。監獄島の転送陣でラクレイスが送られたとすれば、そこだろう。先の死刑囚たちもかくまわれているはずだ。そしてその空撃こそ青の解放戦線の主塊イロティスが作り上げた奴らの拠点だ。監獄島が青の解放戦線の拠点につながっていた？ドアと副王よ、お前は青の解放戦線に加担していた。それに間違いはないな。ドアと副王よ、この場でお前を断罪するつもりはない。裁かれるべき者は他にいる。どういうことだ。新王陛下の様子がおかしい。なぜ陛下はこれほどまでに。先の私の見解に相違がないか、メアトの天秤に真実を乗せよ。はい、確かに私は青の解放戦線が主会ルビーポップのイロティスに助力しました。その理由を聞いておこう。イスタバイオンの方は何者にも組みせず、故に彼らの目的を知らずして処断することはできないと考えました。いずれは私と法廷で争わせるつもりなのか。ことと次第によっては。そのために我が名とメアとの天秤に背いたか。仰せの通りです。逆賊とはいえ、いささか処刑を急ぎすぎてはいないかと考えました。私が法を定め、聖少獣による意識の支配を行わなかったのには理由がある。知っての通り、各々が自らの意志で法に従うことこそが寛容だった。天秤はその指針に過ぎん。そしてこの現状こそ私が求めていたものだ。統治者にさえ屈さぬ空の民の資質の発露。わかるか、ケンジ・ルウェイング。これこそが空の民を、空の民たらしめるものだ。ええ、身に染みておりますとも。あなたが敷いた守りの固さは。さて、次なる手を考えるとしましょうかね。おや、気づきませんでした？ケンジも板についていたということですかね。いずれまたお会いしましょう。青の底に眠る箱、必ずや我らが元に。青の底の箱。カタリナさん、あの子に伝えて。青
青の底で箱を見つけてと。そう、箱だ。青の解放戦線がこの空にもたらし、それが隔離王の進行を招いた。いわば隔離王の呼び水と呼ぶべきもの。箱が隔離王を呼び寄せた。青の解放戦線とは隔離王の一派なのか。いや、奴らは箱の守り手に過ぎ、何者にも箱を渡すまいと動いているだけだ。やはり陛下は焦っておられる。隔離を、信仰、そして箱、一体何が陛下をそうさせる。イロティスの手下の処刑を続ければ奴も姿を現すかと思っていたが、もはや猶予はないな。今、なんと。聞いての通りだ。私が昨今の処刑を命じたのは、罪を裁くためではない。主会イロティスを炙り出すためだ。何を驚いている。裁かれるべき者は他にいると言ったばかりだろう。つまり裁かれるべきは法に基づく刑罰ではなく、恣意的に処刑を命じたこの私だ。メアトの天秤に問う。これらの経緯をもってかの少年は解放すべきか。そしてもう一つ、我が罪状は法の恣意的運用および国民の生命の軽視。この罪状に見合う刑罰は懲役刑か。待ちやがれ。何を勝手に話を進めてやがる。ならば死罪か。お前何を企んでんだ。老いぼれの命は見逃してくれるか。だとすれば、私が王の座を退く。それでどうかな、メアトの天秤よ。お待ちください、陛下。福王、異論はないか。二度も天秤に背かれては困る。その例の少年は即座に釈放してやれ。神王陛下、なぜこのような。今をもって私は神王ではない。タオルークという名のエルーンの老人だ。国はどうなさるおつもりです。新たな王を据えよ。候補者足りうる者はここにいる。我が娘アリアの伴侶にふさわしい者、団長を次なる神王とし、その導きに従うがよい。
良いな、巫女よ。この国をお前に預ける。次なる神王として治めよ。何を言い出しやがんだお前。全てはこの空のためだ。見えざる手が動き始めている。巫女、王の座でそれを見よ。私がこの法廷で何を見たのか、そしていずれ相まみえよう。星の島イスタルシアで待つ。